写真拡大。巨人は7日、次戦の中日戦へ向け、滞在先の兵庫県から名古屋へと移動した。前夜の甲子園での阪神戦は0対11となった。8回1失から野手の増田大輝内野手を登板させ、中継ぎ陣を温存した。原監督は試合後、チームの最善策、あそこで堀岡を投げさせることの方がかえって失礼と明かしていた。また8回先頭から登板し、3分の1回を4安打7失点となった。堀岡投手は2軍落ちで調整を進めていることが分かった。この日から横須賀で行われるイースタン DeNA 戦に合流する予定。